コウヘイ TV 始まるよ。皆さんこんばんは、コウヘイです。いつもご視聴ありがとうございます。今日の動画なんですけど、 220K クラウンのボディサイズの話や中古車を見ていきたいと思います。ご視聴よろしくお願いします。皆さん 220K クラウンはお好きですか？2018年から出た車で、最初はあまり見なかったんですけども、最近結構見るようになりましたよね。このお車の全長なんですけども、4910、全幅が1800、全高が1455、ホイールベースが2920となってます。で、私がすごいなと思ったのが、最近のコンパクトですら1800を超えるサイズの車が結構登場していますよね。でもこの 220K クラウンの全幅は1800に抑えているので、すごいなって思います。1800であれば狭い道を走ってる時、対向車とかが来ても避けれますし、狭いコインパーキングでもバック駐車しやすいですよね。さすがクラウンだなって思います。日本の道路にマッチした車を作るのはさすがトヨタさんだなって思いました。で、220K クラウンのタイヤのサイズになるんですけども、16インチと17インチと18インチがあります。私は18インチのホイールがいいです。次に 220K クラウンの欠点などあるのかなと思って調べてみました。そのことを喋りたいと思います。外観なんですけども、8割の方が良いと評価していました。 RS の見た目が良いとか、フロントグリルに重厚感があるとか、おじさんっぽくなく若々しいデザインと書かれてました。車ってかなり好みが分かれると思うんですよ。 21K クラウンまでがクラウンだっていう方もおられるんですけども、中には 220K クラウンってかっこいいじゃん、乗り心地もいいよっていう方もおられます。好みの問題だと思います。で、先ほどもボディサイズの話をしたんですけども、過去のクラウンに比べてボディサイズが大きくなってるので、歴代のクラウンらしくないとか、大きくなった影響で前型のクラウンに比べて運転しづらいとか、マーク X などの大きさとかが良かったって書かれてました。インテリアの評価なんですけども、デザインが落ち着いている、最新的な装備が充実しているって書かれてました。インテリアの悪いと評価した人は、操作系のモニターが反射しやすいとか、クラウンクラスでこのシートはないとか書かれてました。私個人的な意見になるんですけども、木目パネルがかなり減りましたよね。少し物足りないなって思います。ゼロクラウンの動画を今でもたまに上げてるんですけども、コメントにゼロクラウンの内装ってゴージャスですね、この木目パネルいいですねみたいなコメントをいただきます。私はものすごくそのコメントを見た時に嬉しいです。で、クラウンの燃費なんですけども、市街地で15走るみたいです。で、 220K クラウン乗られてる方とかもいると思うんですよ。2023年に新型クラウンセダンが発売されるじゃないですか。乗り換えようかって思われてる方もいると思うんですよ。今の 220K クラウンいくらで売れるのか調べたんですけども、2018年モデルのグレードはハイブリッド 2.5 RS アドバンスやハイブリッド 2.5 RS で比較的高く査定されていて、ハイブリッド 2.5 RS アドバンスが230万円から600万円、ハイブリッド 2.5 RS が266万円から500万円ぐらいの値段で見積もりをされてる傾向があるみたいです。車屋さんによって買い取りの額が違うと思うので、売られる方はいろんなお店に回ってみてください。結構ぼっタクリのお店とかあると思うんですよ。せっかく長年乗ってきた大事な車をどうせなら高く売りたいじゃないですか。次買う車に頭金として当てたいじゃないですか。今だったらインターネットとかでも調べられますしね、いい時代になりましたよね。それでは今から 220K クラウンの中古車を見ていきたいと思います。年式が2018年にしています。あと他は選んでません。それでは今から見ていきます。皆さん出てきました、トヨタクラウンハイブリッド 2.5 RS アドバンス、後期ですね。2021年、走行が全然走ってません。で、排気量が2500、本体価格が589万円、支払い総額が600万円いってますね。かなりお高いですね。これをクリックしてみたいと思います。お邪魔します。 220K クラウンってフロントがすごいですよね。このサイドから見た時インパクトがあるんじゃないんでしょうか。内装を見てみます。私は後期の 220K クラウンをあまり見たことないんですけども、内装かなり変わってますね。前期だったらここにもちっちゃい液晶があったじゃないですか。結構後期になって変わってますよね。皆さんは前期と後期どちらが好きですか？もしよかったらコメント欄に書いてください。よろしくお願いします。私は後期の方がナビの操作とかしやすそうなので後期派ですね。で、ここが木目のパネルとかだったらかっこいいんですけどね。もう今後のクラウンって木目パネルとかそこまでつけないんでしょうかね。で、私は思ったんですけど、ここのドリンクホ
ホルダーがあるじゃないですか。ここをこう押してここがこう沈んでその上にドリンクを置くじゃないですか。昔のクラウンって言ったらここを押したらこう出てくるじゃないですか。私は昔のクラウンのこう開く方が好きでしたね。こう押してここにドリンクを入れると傷つくじゃないですか。なのでどうなのかなって思います。クラウンって字が出るんですね。昔は王冠のエンブレムが出ましたよね。パノラミックビューモニターとかもついてるんですね。ディスプレイが大きいんでかなり見やすいですよね。デジタルインナーミラーがついてますね。私はこのデジタルインナーミラー見たことがないので実際に見てみたいなって思います。ものすごく見やすいんでしょうね。さすがに 120K クラウン。ブラインドスポットモニターとかもこれいいですよね。昔ゼロクラウン乗ってる時視界に車が入っていてヒヤッとしたことがあるんですよ。この機能がついてると本当にありがたいですよね。シートポジションとかもついてますね。レーダークルーズコントロールとかもついてます。いいですね。シートもかなり座りやすいんじゃないんでしょうか。こう見るといいですね。今21K クローンを探してるんで早く車に乗りたいって思います。ガラスコーティングとかもされてるんでかなりお車がピカピカですね。本当にフロントグリルがごっつくなりましたよね。来年出る新型クラウン早く見てみたいんですけどね。楽しみです。このテールとかは結構好みが分かれると思うんですけど、皆さんはどの形のテールが好きですか？私は 21K クラウンとかのテールがかっこいいなって思います。お邪魔しました。601万円するんですね。このお車が451万円。ざっと見ていきますね。475万円、421万円、473万円、470万円、500万円、2018年で433万円ですか。 2.5RS アドバンス結構いいお値段しますね。531万円、2019年式で423万円、走行が18000、走行が19393万円、601万円がありますね。年式がまだ若かったです。2021年。もう少し安い車はないんですかね。 220K クラウンで421万円、450万円ぐらいは見てた方がいいってことですね。 220K クラウンを買うときは439万円。 3.5G エグゼクティブだ。やっぱり高いですね。409万円か。すごいな。429万円、469万円、これはなかなか手が出せないですね。ちょっと待ってよ。あら、内装変わってますね。わあ、すごいですね。綺麗な色ですね。お邪魔しました。399万円。 3.5G エグゼクティブがまた出ました。458万円です。走行が6万キロです。やっぱり高いですね。ちょっとクリックしてみたいと思います。お邪魔します。このピンタイプの18インチのホイールがかっこいいですよね。私はこのデザイン好きなんですよ。お邪魔しました。お、ここに280万円のクラウンがあります。 2.5S パッケージで修復歴がありになってるのか、だから安いのか。走行距離が6万キロになってますね。支払い総額はいくらになるんでしょうね。388万円。トヨタクラウンの評価なんですけど 4.1 になってます。平均の価格が461万円になってます。平均の走行が 27,345 円になってます。前過去動画にしてるんですけども、クラウンを見た時はもう少し安かったような気がするんですよ。車かなり高騰してるんで、この 220K クラウンも値段が上がってるんじゃないんでしょうか。で、昨日コメントいただいたんですけど、もう少しで免許が取れるっていう方がおられたんですよ。その方が 21K クラウンを探してると。高騰してるじゃないですか、難しい、どうしようって言われてました。お互い 21K クラウン探して乗りましょうっていうコメントを返したんですけども、皆さん 220K クラウンを見たんですけど、まだかなり高いです。修復歴ありの車で走行距離が6万キロで 2.5S の C パッケージになるんですけども、このお車とかだったら280万円で売られてました。今後はコヘ TV では皆さんのコメントとかを読んで動画にしていきたいと思ってますので、もしよかったらコメント欄にそういうのを書いてもらえると助かります。今日はこの辺で動画を締めたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。小平でした。皆さんまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。